はい、それでは続きまして商品有高帳の記入方法を見てみます商品有高帳何のための帳簿ですかといいますとその商品の残高がいくらあるのかというのをですね明らかにするのが商品有高帳です。でその記入方法としましたら先入れ先出し法と移動平均法というですね2通りの記入方法がありまして。 まあその名の通りですね、まあ、先に入ったものから先に使ったよって考えていくのがですね先入れ先出し法で移動平均はまあそういったどっちが先とかいうことをですねそんなに深く考えずに、まあ、平均取りながら基調していきましょうっていうのが移動平均法になります。はいまあ、大きな違いにつきましては、まあ、実際記入しながらですね学習をしていきます。 ここで注目しておいていただきたいのがですね商品有高帳を記帳する際には金額ですねはですから例えば3月7日仕入れた時の金額ですね、えー、1個あたり66円というこの原価これを使って帳簿に記入をしていきます。 でその次3月15日に20個売り上げましたよといった場合もですね情報としては「倍価」でここに情報は載ってあるんですが有高町ににははこの売価は使わないようにご注意をと商品「有高町」には「倍価」は一切使いませんのでそこはちょっと注意をしておいてください。 じゃあその倍かってなんで与えられてるんでしょうかというと帳簿の記入の問題と合わせてですね、えー、売上総利益の算定というのがですね合わせて問題として問われてきますはい売上総利益という言葉がですねこちらでですね初めて出てきたわけなんですが、えー、これはどういう利益でしょうかとまあ利益というのはですねまあ儲けだろうなっていうのがね明らかまあわかっていただいているとは思いますが。 じゃあこの売上総利益ってどういう利益でしょうかというと、売上げた金額から売上げた現価、売上げた商品の仕入れてきた値段ですね、買ってきた値段、原価、それを引いたもの、それがですね、売上総利益と呼ばれております。本によってはですね、粗利とかですね、いう表現で書かれてたりします。まあ、あやおやさんでキャベツを売りました、じゃあそのキャベツいくらで仕入れてきてたんでしょうか、 でそれを引き算することで売り上げた値段と仕入れてきた値段を引き算することでこの粗利が出てきますということですね。ただそれはあくまでもその、えー、商品の原価を引いただけですので、またそこからですね、えー、水道光熱費が引かれていったりとかですね、えー、給料が引かれていったりという形で最終的にまあ当期純利益になっていくんですが、まあ、ひとまず知りたいのは この売上総利益あらりがまずはいくら出ているのかというのが知りたいよというのがこちらでのですね問題となっております。はい、でその売上高を出しましょうという時に使うのが上側で与えられているこの倍価これを使っていくというふうになります。はい、あとですね、えー、と売上原価になりますがこちらの方はですね必ず その下の計算式これは覚えてください売上原価というのはあくまでも販売した分の原価になります販売した商品の原価在庫の分はですねここから除いといてくださいよという形になりますはい、えー、計算式の方ですね見ていただきますと 月初の商品頼んでいたかまあ在庫ですね月始めの在庫に当月の仕入れ分を足しましたまあ今回の例で言いましたら、えー、当月の仕入れてきたのが3月7日と24日の分ですね、はい、つまりこの二つで、えー、この当月中にトータル商品どんだけあったんでしょうかというのが求ま、えー、ります 当月にまあ存在した商品ですね月初の分と、えー、当月の仕入れてきた分ですねつまり当月に存在した、まあ、その会社に存在した商品でそっから月末の棚卸高、まあ、月末の在庫を引きますよと,ということでですね当月に存在した商品の金額からですね、えー、在庫月末の在庫を引くことによって 当月販売した商品の原価が求ま,りますというのがこの売上原価になっておりますですのでこの売上原価はですね計算でこういったですね必ず計算で出していくというふうになっております。でその売上原価導き出されたもの計算された売上原価を使いまして売上高から売上原価を引くことで売上総利益という利益が算出されますと。 というのがですね、最終的に知りたい内容となっております。はい、あくまでも最終知りたいのはこちらということですね。まあ、会社としてはどれだけ粗利が出てるんだろうっていうのが知りたいですよということです。はい、では、えー、売上総利益の算定につきましてはまたですね、帳簿の書き方の、えー、次にですね確認をしていきたいと思います。 はい、ではまずはですねその商品有高帳の記入方法から確認をしていきます。はい、先入れ先出し法になりますが、まあ、まずはですね前月からの繰り越し分、まあ、月初の在庫ですねそれが数量単価金額ということでまず受け入れ欄に記入をしておきます受け入れ欄というのは、まあ、商品買ってきた時とか、まあ、もしくは返品された時ですねこの受け入れ欄に記入をします。 一方で払い出し欄は商品を売った時もしくはまあお返しした時ですね仕入れたものを返品した時に記入をするということです。で結局今残ってんのいくらでしょうかというのはこの残高の欄に記入をします。で記入をします。数量単価金額ですけども見方としては数量×単価が金額ですよと。 いうです、ね、まあとても分かりやすいですね表になっております、はい、ではそんな状態で先入れ先出し法の記入方法を見てみます3月の7日にですね商品が仕入れてこられております日付3月7日適用欄は、まあ、そのままですね仕入れ そして金額ですね数量単価金額を見ましょう10個66円で660円とはいここはねとてもシンプルでいいですね でその次残高欄に記入していく方法になりますがここがその先先入れ先出し法といいう考え方になりますはいえーまあ、払い出すときにですね先に仕入れたものをですね先に使っていこうっていうふうに考えていきますので。 えー、きちんとですね残高のところは先に仕入れてきたものと後から仕入れてきたものをきっちりと分けてですね、えー、表していかないとあきませんはいですからまずは先に仕入れてきたものですね先に仕入れてきたもの それを書いておきまえ20個単価60円のものがありましたよそして後から仕入れてきたこの7日に仕入れてきた10個分ですね。 後から仕入入れれててきた分がこでですという形で記入をしてください。で2つですね2種類ありますよということでっここでですね覚えておいていただきたいのが今回ですね先に仕入れてきた分とあとで仕入れてきた分ですね単価が異なりましたのでこういった形で記入をしておきます。ですので単価が一緒ですと。 例えばこの7日の日に10個60円で仕入れてきましたよっていうような場合でしたら単価が同じですというような場合はこれはもうまとめて記入しておいてください。あくまでもこの単価が違いますよといった時にどっちが先でどっちが後というふうに書き分けるというふうになります。はい、では続いて15日の売上の記入ですね。 はい、売,上は個売り上げは20個ですけども先に仕入れてきた分がですね20個単価60円のものですね20個ありますので今回この売り上げた時に使うのはこの単価60円のもの20個すべてを使っていきます。 ですから残ってくるのは後から仕入れた10個分これが残ってきますとはい、えー、使う時に先に仕入れてきている分をまずは使ってくださいとはい、えー、これがですね先入れ先出し法になります では続いて24日にまた仕入れが登場します40回。はい 単価は67 2680円26円という金額です先にですね仕入れてきている分単価66円のものがありますのでここもやはり分けて記入をしていきます。 ということで二十四日段階では単価六十六円のもの、六十七円のもの二つですね、異なる単価のものが存在しております。はい、で次ですね二十八日の売り上げです。二十八日の売り上げは二十個売り上げているんですが、先に仕入れたものが十個になっております。 なののでままずこの10個を使いましょう、はいえー。単価66円のものを10個まずは使ってでそれでもね、えー、当然足りません20個ですからあと10個足りませんので足らない時は後から仕入れてきた分これを使います。 単価六十七円の分を十個使ってあげて。二十個売り上げたという形ですね。はい、ですから残っているのは。単価六十七円のものが三十個残っております。 という形でですね先入れ先出し法になりますがその都度ですね、えー、いくら残ってるんでしょうかといったところを気にしつつ、えー、その売上げの処理ですね売上げの基調の方をしてください、はいえー、見ていただいた分かります通りり全てですねこちら原価で記入ね、えー、されておりますところも合わせて注目をしておいてください では一ヶ月のですね取引がすべて終了ということではい帳簿を締め切っていきます次月へ繰り越していく分、はい、こちらの方は一番最後に残っている単価六十七円の三十個分これが次月へ繰り越していきますこれを払い出し欄に記入をしてあげてください そうすることでですね、受け入れ欄と払い出し欄の金額が一致してきます。えー、数量と金額が一致してきます。で、単価の欄はですね、求める必要ありませんので、はい、えー、横ばい入れておいてください。 受け入れ欄と払い出し欄で一致となります。そして、次の次ですね。 単価67円のものが30個で2010円残っている状態から4月がスタートしていくというふうになっております。はいえー、ということでですね、まあ、特に払い出す時どの単価のものを使うのかというところをです、ね、ちょっと注意をして、はい、売上欄の記入をする。 でその上で、えー、仕入れた時には、えー、単価が異なるものでしたらきちんと分けてですね、えー、記入をしていく必要がありますよっていうのが先入れ先出し法によるですね商品有高帳の記入となっております。でこれを踏まえてでは売上総利益を求めてみましょうっていう話になります。 売上総利益の方ですが先ほど計算式見ていただきましたように売売上上高から売上減価を引く、まあ、そういうい計算式になっております一方で売上原減価の方は月初商品棚卸高に当月仕入れ高そこから月末の商品棚卸高それを引く形になりますがなので計算の順序としてはまずは売上原減価こちらからですね求めていきたいと思います。 まず売上原価ですが当月のですね月初の商品あり高これは前月繰り越し分1200円というのがですね与えてくださっておりますですのでそれをそのまんま使っていきますそれから当月の仕入れ高こちらの方になりますが7日と24日にですね仕入れてきた分ですねこれをそのまま足し算をしてください。 六百六十円と二千六百八十円。これを足していただきましたら、三千三百四十円となってきます。それから、そこからですね、月末の商品棚卸高、これを引いていきます。月末の商品棚卸高、は商品有高帳の方でですね、えー。次月繰り越しとなっていた金額になります。ですので、上からの表見ていただきましたらですね、えー、次月繰り越しの二千十円。これがですね。 月末の商品単なる差価ということで引かれていきます。これを計算しますと、二千五百三十円。これがですね売上原価の値となります。で、売上原価の値が出ましたら、その値を使って売上総利益これの計算となっていきます。 でまず売上総利益ですが売上高を引く形になりまして売上の方は3月15日にですね売り上げております3月15日20個ですね90円で売り上げております金額は1800円同様に3月の28日95円1個あたり95円で20個売り上げたというふうになりますので 1900円これがですすね売り上げた金額となりますでここで見ていただいたわ分かる通りにですねこの90円とか95円というのはですね倍価これを使っての計算となっておりますはいではこの2つを合計していただきましたら3700円これがですね当月の売上高となりますでそこから売上減価を引いていてきましょうそうすると答えは1170円。 こちらがですすね売上総利益となっておりますでちなみにですけどもこの売上原価の出し方になりますけども先ほどのように計算で出すやり方もありますがもう一つの考え方としましたら売上原価というのは販売した商品のですね原価のことになりますのでこちらのですねウェッカーの有高帳の払い出し欄の金額ですね。 こちらの金額を合算していただいても同じ金額が出てきます2530円という金額が出てきますので、まあ、後でですね検算するといったときにですねこちらの値を使っていただいても結構かと思います、はいまあ、試験現場ではですね、えー、時間的な余裕が、まあ、そこまでないというような場合でしたらどちらか一方のですねやり方ひとまず覚えておいてもらえたら結構です では続いて移動平均法の記入方法を確認していきます。まあ、ここまではですね一緒になるんですが、はい、移動平均法の場合この異なる単価のものですね今60円のものが倉庫にありましてこの7日の日に66円のものを仕入れてきております。異なる単価の場合にはその仕入れてくるたびにこの単価の平均を取っていきましょう。 というのがですね移動平均法になりますはい。ですのでこの仕入れたときにですねちょっとそういう計算をしてあげる必要が出てきますはい。どのような計算をしましょうかということなんですがはい。まずは数量合計を取ってあげてください数量合計20個と10個になりますから30個を残高に書く 次金額の合計を取りましょう1200円と660円の合計ですはい、1860円これがですね合計金額になりますですからまず数量金額のですね合計を取る残高と受け入れ欄のですね合計金額合計数量これをまずは埋めてください でその上で単価はということで金額を数量で割って単価を出してあげましょう金額を数量で割るですので今回は62円とという単価になりますよと、はい、こういった形で,ですね単価が異なりますよといった場合はその段階で平均をとって単価を求めてあげるというのが移動平均法の特徴です。 はい、でこうしてあげますと次15日の売り上げですねはい、えー、売り上げの時は先ほどのですね先入れ先出し法の時よりは楽賃、えー、払い出す、えー、数量今回は20個で単価はいくらになりますかというとこれ先ほど求めた62円それを使って記入をしてください。 はい、かけてあげました1240円。ということで、まあ、払い出した時がですね、えー、結構楽ちんというふうになります。残ってるのは10個分。はいえー、62円のものが10個分620円ですよとなります。 では次二十四日の仕入れになります。はい、四十個六十七円で仕入れできますので、二千六百八十円です。 はい、その時に在庫は10個ありましたから 40+10 で50個。で金額620円と2,680円を足します。円ですとであとはこれで割り算をしてください。 割ってあげましたら66円という単価が求まりますと。いという形ですね異なる単価のものを仕入れてきたら計算で平均単価を求めますと。平均単価が求まってたら次売り上げた時は楽チ20個売り上げましたと。 使う単価は先ほど求めた66円の単価を使います金額1,320円で残っているのは30個で66円で1,980円という数字になりました。はい、という形でですね移動平均法。 はいこれで1か月終わりですよということで、えー、締め切り方はですね一緒です。はい月繰り越しということで残っている分を払い出し頭に書いてあげてください。 はい、払い出し欄に次月への繰り越しを記入することで受け入れ欄払い出し欄の合計が一致してきます。はい、そしてね二重線で終了となります。 で4月の1日次の月のですね開始の値ですね30個66円で1980円という形でスタートの金額を書いて出来上がりとなっていますはいですのでまあ違いは仕入れた時の方法がですね少し違うとでやり方は違うと金額見ていただいたわ分かります通り最後の 次月へ繰り越していく金額を比べてみていただきましたらですね先で先出し法と移動平均法値がですねちょっと違うというふうになりますので問題文でそのあたりですね移動平均法と先で先出し法のですね読み違いをしてしまいますと答えの結果がですね違ってきますのでまず記入する前に今回はどういった方法で記入するんでしょうかといったところですねしっかりと見てから 問題を解くようにしてください、はい、では、そういったですね商品有高帳が出来上がりましたので、売上総利益と売上原価、これもですね求めてみましょう、はい。売上総利益のベースとなります、売上高になりますが、売上高はですね先ほどと全く変わりません、倍価変わりませんので、3700円。 でそっからですね、売上原価を引いていきましょうよということですが、はい、売上原価の計算式ですが月初の商品ですねこれ1200円これもさっきと変わりません。で当月ですね仕入れてきた値3340円これもですね変わりませんね。 こちらの仕入れてきた金額ですね。六百六十円と二千六百八十円。こちら全く変わりません。はい。で、今回異なっておりますのが。月末の在庫ですね。月末の在庫が千九百八十円となっております。はい。ということで、売上原価は。 2560円というのがですね移動平均法を用いた場合の売上減価となりますじゃあその2560円を使って売上総利益を求めますはい1140円というのがですねこの移動平均法を用いた場合の売上総利益となってます はい、ということで、まあ、1箇所ですね数字が違うだけになるんですけども利益の金額が異なってきますというのがですね2つの違いになっています、えー、以上ですね商品有高帳こちらは検定試験では必ずですね出題された場合はこの記入方法が問われてきますのでしっかりとですね何度か繰り返していただいて記入方法を覚えていってください。 あとですねこういった帳簿を記入しましょうといった場合に、えーまあ、大体検定試験では12点から8点の問題で出てくるかと思うんですけども、えー、完全にですね 完璧に答案がですねあってその12点が入るかっていうとそうでもなくってそれぞれ部分点でですねその12点が構成されていきますのでちょっとわからないなと思ったとしてもですね諦めずに一通り埋めてみるとそうするとどこかにですね部分点が入ってくるという形になりますのでね必ず問題文は埋めるようにしてください。まあ、こういったところで2点とかですねここ1つで2点ここで2点とか。 えー、これで2点で売上総利益でまた2点とそういうようなね配点になったりしておりますのでね、えー、必ず一通りは埋めると埋めれるところは埋めるというようにしてくださいここまでのところで問題が解けるようになりました問題は33-1、33-2となりますではビデオを止めて問題を解いてみてください